白石元次郎、白石元次郎から1945年12月24日は、日本の実業家、日本交換の初代社長。白石同族代表社員、浅野財閥創始者、浅野総一郎の娘婿にあたる。日本交換の広告高田藩の下級武士、前山真木郎の子として、白川に生まれた。16歳の時、白石武兵の養子となる。 貧しいために、大学では、教員の高橋小歴雄や鈴木校長や、掛川銀行頭取の長富県八に借金を押したり、大学の助手として働きながら学んだ。在学中は、ボート部に所属して、体を鍛えた。1892年に、帝国大学法科大学を卒業すると、恩師、穂住信主の紹介で、浅野商店に入社したが、浅野総一郎の秘書として、 日曜祭日も休まずに働かされた。明治28年に浅野総一郎の次女と結婚した。白石元次郎は大学時代の友人で官僚の内田義吉から公悔造船奨励法により政府が奨励金を給付するとの情報を得た。浅野総一郎はこれをチャンスとして捉えて1896年に東洋汽船を設立した。白石も 東洋汽船の経営に参画するようになり、1万3000トン級の船を3隻という当時は、不可能と思われていた規模の船舶建造を推し進めて、成功した。後に、海運不況になり、収集のために白石と浅野が一緒に、世界中を回っていた時に、君が、こんなことを言い始めたものだから、えらい目に遭ってしまった。と、浅野総一郎に言われた。その後、 全て輸入に頼っていた民事用交換を国産化することを模索していた、定大時代の学友でボート仲間の、八幡製鉄所出身の技術者、今泉海一郎に協力し、1912年に本校、管株式会社を設立した。いつもは、新しい事業に積極的だった浅野総一郎は、製鉄事業は赤字になると考えて消極的だった。それで、 白石が浅野から独立したような形で、資金集めや製鉄機械の購入を行い、浅野は側面から援助しただけだった。工場の建設は、翌年のことで、場所は現在地と同じ川崎の県南渡り田町であった。資本金は200万円、最初の事務所は木造90坪ほどであった。1 9 3四年に政府主導で、官営や他製鉄所、 その結果、後々まで日本交換が存続して、今日の JFE ホールディングスにつながった。鶴見臨港鉄道にも関与したので、JR 鶴見線の武蔵白石駅は白石元次郎にちなんで命名された。武蔵白石駅所在地の白石町も、彼のせいから付けられた地名である。1945年12月に病を得、同24日死去した。去年79。 浅野総一郎の死後は、浅野財閥で一族の長老として、重きを成した。博多随一の富豪四代、大田聖造とは、兄弟のような交際をしていた。趣味は読書。宗教は仏教。東京芝見多幸運町。ありがとうございます。